日ガスは電気を始めます。こんにちガス。お電気ですか？出がわり一緒になると暮らしが変わる。日ガス電気。日ガスが電気を始めたらお得になりました。その名も出がわり一緒になると暮らしが変わる。日ガス電気。マスコミの皆さん、キスシーン、僕と翼ちゃんのキスシーンもご覧になりましたか？見てます、皆様。あ、もうちゃんと見てみました。あれね、なんと実は合成なんです。僕は現場行って絵コンって見て、なんか翼ちゃんが僕に注意してるから、はい、ああ注意してるとかなんか思ったんですけれども、はい、延々待たされど暮らされど、はい、全然そのシーンがなく、結局合成でキスシーンっていうのはなかったんですよね。そうなんですよ。私このくらいの小さい風船にこうチュッとしました。いやだから何をやってるの。いやだってここでリアルに2人がチューしてた方が話題に なって皆さんも取り上げてくれる可能性があるんですよ。本田翼ちゃんと出川がラブシーンチューとか言ったらクレームを入れたくなるぐらい心残りだったってことですよね。あ、もちろんですね。正直言うと今回結婚するということで、ぜひですね、王様役の出川さんがお姫様役の本田さんの気持ち、じゃあどこまで分かっていたのか、ちょっとステージ上で検証をしたいと思います。一向に構いませんが、はい、ライトを灯した時のように心が温かくなった出来事は何でしょうか。出してください。これだと思いますか？どれですか？ゲーム。はい、はい、もう翼ちゃんはもう皆さんご存知だと思いますけれども、もうゲーム、もう朝から晩までゲームやってる、もうちょっとオタク少女なんです。いやいやいや、答えは違います。何ですか？答えはつい最近なんですけども、好きなゲームの声優をしていた方と共演したんです。あー、なるほど、はい、うわ、なるほど。なんて方だったんですか？宮野守さんという方と。ああ、宮野さん、キングダムハーツっていうゲームの陸の声をやっていたっていうの。何も本田さんの中で一緒になって嬉しかったもの、これとこれが一緒になって便利になったと思う組み合わせは何でしょうか？冬に使います。冬に使う、はい、ヒーターと加湿器。何ですか？ヒーターと加湿器。ああ、惜しい。あー、じゃあヒーターと空気清浄機。あ、惜しい惜しい惜しいです。空気清浄機と加湿器。あー、正解です。あー、大正解。いや、はい、こんなの正解にしないでいいですよ。え、だってヒーターが間違ってんだから。ご褒美欲しくないんですか？いやいや、欲しいですけど。男出川哲郎だって一問だけでいいんでしょ、はい、男出川哲郎。男出川哲郎、こんなお情けなんていらないですよ。最後の問題、はい、お姫様の本田さんが結婚と聞いて一番に連想するものは一体何でしょうか？あ、もうこれは簡単ですね。せーの、どうぞ。ブーケ。正解です。やった やったー。拍手。出川さんにご褒美をお持ちいたしましょう。こちらです。甘いケーキ、一緒になる2人のために用意いたしました。そしてケーキだけではないんですよ。今日は本田さんから一口食べさせてあげていただいて、はい、よろしいでしょうか？ありがとうございます。こういうことだったんですね。こういうことでした。あららら、リアルにすいません。ありがとうございます。はい、それでは出川さんお召し上がりください。どうぞ。いただきます。いちごから。はい。おひげに。おいしい。うん、甘くておいしい。ちょっとおひげについてますので少し拭きましょうか。クリームまで。いや、本当にありがとうございます。今日いいことづくめですね、はいはい、出川さん。ありがとうございます。さあ、もう今多分テンション上がってますよね、出川さん、はい、俺もだけど、はい、すみません、もう耳ちょっと真っ赤っかになってますからね。かわいいですね。これ1ミリでも意識してなかったらこうならないから。だからほんのちょっとは俺をちゃんと異性として認識してくれてんのかなと。それが分かっただけでも嬉しいです。でもスタッフさんも大輔も、とにかく面白いものを作りたいっていう気持ちで頑張ってるんで、もう純粋にスタッフさんも大輔も、まあ、それは近くで見てて本当に純粋に面白いもの
を、作りたいという気持ちだけでやってるんでね、はい。あとこれはもう違う、ちょっと論点が違いますねって言われちゃうかもしれないけれども、私もたまに海外とか行くと、いざ行ったら、例えば温泉がネットだとか言われて、コーディネーターさんにはそう聞かれて行くんだけど、いざ行ったら結構ぬるい温泉とかあるんですよ。でもそれは頑張ってやっぱやらなければいけないので、やっぱそういうこともいざ行ったらあるなっていうのを、信じてる。